ようございます。おはようございます。あと明けましておめでとうございます。明けましておめでとう。今年最初のね、企画ということで今回は本宮に行って、まあ新しくできた本宮の駅舎を見て、福島県で一番新しい駅舎ですから、ちょっと皆さんにね、最新の駅舎はこういうもんだということをね、 PR したいなと思ってるんですけど、電車がそろそろ出発するらしいんで、電車に乗っちゃいましょう。この電車ですね。ああそう、はい、じゃあ乗っていきましょう。今日も JR 東日本の駅です。この駅は、福島駅の、なんか、学園物とかさ、なんかいじめっ子の声とかさ、なんかこういうの、はい、俺だけいじめっ子の声がさ、昭和なんだ。何俺様に文句言ってんだよ。ポカリ。陰湿じゃないんだけどマシだろ。まあ、なんか、部長が上の方が怖い。まもなく500メートルです。これが左側です。だからトラックに。推しの妹パクワグッズ、やべえ女だろ。いるんだよ、やべえ女。ツイッターで有名。あと、アイズディ。人を撃つたびにクソデカリアクションする。人と会うと。今1時51分の福島駅でこっちに来たんで、次は2時11分なんですけど、20分ぐらいしかないんですよ。20分後に来ちゃうんですよ、なんで1分遅らせて3時11分にしましょう。なんかめっちゃおしゃれな時計ですね。見られるために、はい、なんか日比谷で、マジっすか、あんま近づかない。ああ、はい、はい、じゃあ日比谷のと、後ろからはい、そこは天狗だ。わかりました。ちょうどね、あのトラックさんの恋キングが見れるように。やばっ、すげえ、すごいですね、トラックさん。いや、ほんとトラックさんかっこいいですね。いや、すごいね、すごいね。なんすか、なんすか、なんすか。え？なんすか。何言ってんの？え？聞いてないじゃないですか。え、なんすか。いやいや、聞いてないじゃないですか。え？ YouTube？いや、なんか問題でも、いや問題ありまくりでしょ、せっかくピアノあんのに。え？いや、本宮駅綺麗ですね、新しい駅舎。トラックさん、ではちょっと動画撮るんで、動画撮りましょうって。はい、というわけでね、本宮駅に着きましたよ。こんなね、めっちゃ綺麗な、で豪華な 駅なんですね。で、本宮駅はね、昨年の12月、まあ先々月か、もう12月なんで、先々月に開業した新しい駅ということで、こんな綺麗な駅舎なんですね。で、その横にはですね、こんなでっかい建物があってね、はい、でっか、本宮って福島県のへそっつおるな。へぇ、だったら井直島なんだ、福島県の大輝に決まってる。じゃあ、バンダイさんはなんだ、盛り上がってんだろ、福島県の。はい、すごいわ。もともとその辺に住んでましたよね。向こう住んでたのに、ノールでした。いや、なんかね、観光鉄道じゃないの、実家に帰ってきたから強い。あ、いや、また名取行きたいですね。行きたいね。春休み中行くか。春休み中、お日休み中、お日休み中。はい、ありがとうございます。美味しいよね、先生。あ、お弁当。
謎のフォーク。はい。謎のフォーク。入ってねえじゃねえか。いや、すげえ、オシャンティー。どうですか、トラックさん。いや、ケーキ、うん、ケーキどうすかって、味うまい、うまい。ええ今固まってましたよね。美味しすぎて思考停止してますかね。あれ、現状変えたい。ない。行動すればいいんだ。あの、ほんとすいません。あのケーキ食いながらそういう話をして、後ろでオードリー・ヘプバーンがこちらを見つめてるんですよ。笑うしかないでしょ。行動すればいい。起こしてアルジュン返しもらいながら逃げればいいんだ。行動する。行動する。本当にバレンタインのナポリタンって。ナポリタンっていいじゃないですか。新しい文化を入らせようとして。ありがとうございました。ここで、あの、思いっきり、あの、コミュニティ FM の元宮のやつがあるんですね。流れてるんですね。ジャックします？まあ、一番手っ取り早いのは須賀川に帰ってね、須賀川のウルトラ FM を乗っ取るっていうのも。いつでも呼んでくれるね。ね、あの、人見知りなんでね、これ。いやいや、どう見ても人見知りには見えないですけど。